里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、もうヤクルトのね、はい、人事が発表されましたけど、はい、まあ、小川監督が辞任ともらって宮本慎也さんも、うん、まあ、辞めるっていうところですけど、なんていうんですか、慎也さんらしいなと思ったんですよ、聞いた時。そのヘッドコーチでその、はい、小川さんだけに責任取らせるわけにはいかないみたいな感じで、そのだから辞任で慎也さんらしいなとは思ったんですけど、そんなんで辞めなきゃいけないプロ野球のコーチって何なんていう。まあ、ヘッドコーチと監督っていうのは一心同体っていうも考え方なんですか、それとも人、一人一人の考え方ですか、それは。まあ、あの僕の経験上、はい、謀反を起こす人たちもいっぱいいたんですけど。いや、だけどね、小川監督と宮本慎也はあの関係性がすごく深くて、あのドラフトの時も小川さんが宮本慎也を押してドラフトしたのよね、はい、で今回の人事も宮本慎也をヘッドコーチに入れると、はい、このチャンスタイミングじゃないと宮本慎也は今後ないんじゃないかっていうようなタイミングで宮本慎也を入れてるわけよね。だからやっぱ恩があったんじゃないのかなって思うけどね。でもそれをまあ今後どうなるか分かんないですけど、受理されるかどうか分かんないですけど、受理された、されたんですか。でもそれで2年ですよ、2年でその判断されるべきことなんていう。そのいや俺はね、でも DeNA の時に中畑監督とまあ一連打しようというふうに言われて、2年で俺はクビになったけど監督は残ったんで、それもすごいですね。すごいでしょ。いやだから俺はなんかすごく師弟関係というか、すごく綺麗に身を引きだなっていうふうには思うけどね。まあそうなんですけど、うん、僕は球団に引き止めてほしいんですよ。分かる分かる。いやそのまあまだ途上じゃないですか。でじゃあ村上のこととかいろんなこともその練習量とか、その2年間慎也さんのやってきたことは評価されてないのっていう、本人がどういったところでまだ先このままやっていけばもっと強くなるっていう球団としての評価があるんだったら、そこを是が非でも止めなきゃいけないんちゃうかっていう。まあ確かにね。でそれでまあ監督になるのかヘッドコーチになるのか、もしくは内野守備になるのかわからないですけど、チーム内に残してもっと改革を進めていく必要あるんちゃうかっていう、そのなんか結果だけしか見ないでクビになっていくのが僕は好きじゃないんですよ。いや確かに結果も大事ですけど、球団はやってることとか評価しないんかっていう。だからまあ、スパンがあるよね、はい、やっぱ2年じゃ何にも変わらない可能性が強い。強いですね、うん、まあ、最低3年だね、うん、まあ、石の上にも3年ってよく言ったもんで、うん、こう水を垂らしてトン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 やってると、うん、石で、あの硬い石でもとあの穴が開いていくっていうね、はい、だからやっぱ3年ぐらい見てあげてほしかったなと思うけどね。でも3年でもその1年目2年目がまあまあいい成績として3年目に一気に最下位になっちゃったとするじゃないですか。そういう時でもその責任を取って辞任しますっていうことがまあ流れではあるわけじゃないですか、どこの球団も。なんか最下位になったらみんな責任取らないといけないのかなっていう、なんか必ず球団のうち、ね、ファンに対してのやっぱこう、はい、なんていうのかな、説得なんだよね。でカラーを変えるのはやっぱ選手を変えるんじゃなくて監督とかコーチを変えることが色を変えるということになるから、だからファンに対しての説得というか見せしめというか、なんかそういう感じだよね。でも変わんないですけどね、監督コーチでチームそうですか、その変わる、いやだって今まで名将って言われた人たちが、はい、違うチームに行って結果残せなくて最下位だったとことかもいっぱいあるじゃないですか。あ、まあそうですね、必ずね、はい、はい、その通りね。だからいやだって小葉さんは来る、森さんは来る、はい、近藤さん、これも優勝監督が来る、みんなダメだもんね。だからまあその2年間という縛りでね、まあみんな小葉さんだけ3年だったかな、でも、まあ、結局ダメだった。そうです、楽天も梨田さんがいらっしゃって、うん、優勝請負人みたいな形で言われたんですけど、うん、やっぱりダメで、ま、辞任って形になって、阪神に行った人もそうじゃないですか、野村さんね。あ、だからそのいくら名将っていう頭脳ある人でも、うん、駒揃わないと、いや勝てないですよね。羽生さんが ね、風2個でね、はい、僕に勝てるかって話なんですよいや勝つかも、いやいや置いてるだけですよ風だから
野村さんは野村さんでその阪神を俺優勝させたと思うんだよ、うん、そのままやっとけば分かんないですよね。まあそれは分かんないでもあの人がやった後に星野さんがやって優勝、うんうん、楽天もそうじゃない、はい、野村さんがやって頭脳をつけてカリスマで優勝する、うんうんはい、いやだからやっぱ時間かかるよね、うん、でもそれみんなそうやって言うんですけど、それだったら僕今年高橋由伸さんは評価されなきゃいけないと思うんですよ。もし今年原さんが勝ったら由伸さんが育てたのが今年優勝したんですよね、まあ、まあそしたら高橋由伸さんのやってきたこの3年間があったから今年の多分この前って優勝すると思うんですよ、はい、って言われなきゃいけないのに誰も言わないじゃないですか、うん、だからそれ僕人と実績見すぎやと思うんですよ、うんうん、だから僕由伸さんも岡本去年ねずっと我慢して使ったりとか、はいっていうところもあっての今年っていうところだったら僕吉野さんも評価されなきゃいけないんですけど、人によって評価される人とされない人がいるんですよ、うん、それってちょっと客観的に見てたら残酷やなって思うんですよ、ね、うーんまあ確かに、うん、まあまあ勝負事だからな、うん、結果が全てだからな、まあ、そうですね、まあ、まあそれはしょうがないっちゃしょうがないけど、だから僕編成とスカウトもクビにしなきゃいけないと思うんですよ。もっとあ、まあ、もうそうやって見るんだったらもう全体を変えないとっていう、はい、いや豊さんのね、はい、小川さん の, あの監督の豊さんチャンネルでも、はい、あの言われてたんですけど、あの、ね、ヤクルトのピッチャーが同じような投げ方やと、はい、でスカウトが同じようなやつ取ってくると、うん、そもそもスカウト変えないとスカウトの好みで選手取ってきてダメなのに、うん、こいつはずっと一緒なんですよ、はい、で現場のユニフォーム着てる人だけクビになるんですよ、うん、そんな話ないですよねそうですね、あのね、うん、小川さんが広島で優勝してね横浜に来られた時に質問したことあるの、うん、俺も優勝したい選手でね、小林さん優勝したけど小林さんって誰に監督って誰に一番感謝してるんですかって言ったら、うん、スカウトだっつった。はあ、自分を取ってくれたというかスカウトしてくれたって、うん、あの自分が監督やってる時にやっぱ弱いところがあるじゃない、うん、でそこにハマるいい選手がいないかっつって相談した時に、はい、必ず取ってきてくれたっていう。あ、なるほど。その時はね素晴らしいこうスカウトの木庭さんって、まあ、佐藤はもう知らんかもわからんけど、うん、なんか本当大ベテランのさ、うん、横浜98年優勝した時のメンバーが大体木庭さんが取ってきたメンバーなのよ。だからやっぱスカウトの力ってでかいよな、うん、佐藤な。それを現場のユニフォーム着てる監督コーチだけクビにして編成とスカウトは一生安泰って、うん、そんな舐めた話ないですよいやそりゃそうだ。やっぱそれだったら僕、うん、そっち先変えるべきだと思うんですよ。そっち先変えてっていうのもやっていかないと、はい、ユニフォームね見えてるところだけ一新して、うん、裏の見えてないところは一生安泰ってで強くしろってさすがに難しいですよね。そうですね。まあでもスカウトってすごい長い目を見てこの選手は伸びると思って取ってきたりするじゃないですか。確かにね。だからその 1,2 年じゃ分からないっていうところもありますよね。だって現場もそうじゃないですか。まあ、それはそうですね。同じ意見じゃないですか、はい、でこれが一番難しい問題が、はい、スカウトはスカウトで、うん、いい選手取ってきたのに現場が壊したっていうんですよ。あで現場は現場でこんなやつ取ってきても無理やろって言い合ってなるんですけどこうなった時に、はい、どっちが信用されるかっていうと、うん、フロントの人たちと一緒にいるスカウトの方が信用されやすいんですよ。へだってそのフロントの人たちも、はい、いいって言って一緒の勢いで取ってきてるじゃないですか。そっか、はい、だから現場が壊したって言いやすいんですよ、うん、でそれが通るから現場がクビになるんですけど、いやそもそもっていう問題ありますよ。で今年の甲子園だと今年のね、はい、アマチュアだと多分奥川いいよって言うんですよ、はい、そんなの誰でも知ってるよって言ういやまあそうそうそんな奥川いいよ、佐々木いいよとか明治森下いいよとか、そんなの誰でも知ってるんですよ、はい、こいつはいいって言わなくたって、その目に見えないところで逸材を探してそれをどのチョイス順番で取れるかどうかがその人たちの勝負じゃないですか、はい、それができないんだったらもう5年も10年もいるのやめてほしいですよ。それじゃ変わんないですチーム。スカウトから考えてる。話それで宮本慎也の話これしかいやだから慎也さんをいやいや慎也さんをこうやめさせるより、はい、もっとやらなきゃいけないこといっぱいあるんちゃうんかっていう、まあ僕はまだ慎也さんにはやってほしかったし、だから2年じゃ早いというか早いっすよ。 でも気持ちは分かるし慎也さんらしいなと思うんですよ、うん、やめ方としてらしいな、はい、だからあのさすがやなって思うんですけど、うん、ただやっぱりさ肌感で分かるんじゃない、そのヤクルトの中にいて自分の立ち位置、まあ、そういうものがどういうふうに見られてどういうふうな評価をされてるっていうのは、うん、やっぱ肌感で分かったんじゃない。慎也さん繊細ですからね。なあ意外とな、すごい繊細で気遣いできる人なんで、はい、だからこう敏感すぎるのかも分かんないです、う
だから僕ぐらい鈍感だと歯関係ないよ。だけど信也さんすっごいいい人だから、だいたい言われるタイプだよな、首って歯みたいな感じでしょ。そうですね、まあ、自分から自爆しに行かないでしょ。歯何がダメなみたいな。あ、首な、そんなお前らとじゃできない、そんなんだったらみたいな。そっぱない方ですよね。だめな、こいつはありすぎるからね。まあ、宮本さんがいい人ってことなんですね。そうですね、優しくて。でも信也さんとだったら一緒の組閣で野球してても絶対勉強になるし面白いと思うんです。っていうぐらいの、だからもったいない、早く違う球団行かへんやろな、信也さん。あ、もうその恩とかそういうの考えてですか。可能性はなくはないと思うけどな。でしょうね。うん、伝え聞いてるところはなんか、ああ、ね、なんかちょっとあるんじゃないかなっていうような気はするけどね。いや、そうじゃないともうあのイエスマンしか残らなくなるから、はい、なんか厳しくてもいい人いっぱいいるんで、うん、もうだからやっぱ言い方もあるからな、いろいろ。深夜って結構ストレートなんだ、はい、スパーンスパーンスパーンと差し込んでいくから言葉を、うん、分かりやすくていいですよね。分かりやすくていい。だけどその最近オブラートに包んで言わなきゃいけない選手がたくさんいるじゃない。はい。だからまあそこら辺もあったと思うけどな、いろいろ。え、人柄としてはすごく気遣いができて優しいけど、まあ野球に対してはすごくストレートで厳しい方ってことなんですか。うん、まあ勝負に徹し、そうそうそう、徹する人だよね。まあこれを見てみんながどう思うかですね。まあな、そうですね。まあこれからまだどういう動きになっていくのかは、まあまあチャンスあるよ、いろいろこれからも。そうです、まだ若いですしね。いや、みんなが思ってることは野球界を良くしたいっていう意見でした。はい。